どうも、本能の小物釣り師です。今回は福島県いわき市でも、真ん中ぐらいの海岸に来てみました。塩屋崎灯台があるあたりです。薄磯から豊間から、江名から中野佐久の漁港にも少し寄ってます。まあ、このあたり、観光地になっておりますので、海水浴シーズンとか夏休みが始まる前に、釣りの観点から少し回ってみました。最初の場所は薄磯海岸になります。先ほどまで画面に見えてましたが、千代矢崎灯台の少し北側に広がっている砂浜になります。ここも夏の間は海水浴場になっておりまして、先ほど画面に映ってましたが、海の家とか警備本部、監視塔なんかが今準備が進められているところです。まあ、おそらく来週か再来週ぐらい、この動画が公表される頃には海開きがなっているのかなと、まあ、海水浴客いっぱい来るのかなと思います。この浜の特徴は、おそらく海水浴場いわき市いろいろある中でも一番遠浅なのかなという感じがします。海水浴自体遠浅なところが多いと思うんですが、その中でもいわきの浜の中でも最も遠浅かなという感じで、まあ、穏やかな海で、まあ、海遊びをするにはちょうどいい感じなのかななんて、まあ、思いながら、まあ、海水浴をするときはそんな感じに思いながら来てみました。まあ、今回は釣りということで、まあ、投げ釣りはどうですかね。というわけで、遠浅でさすがに足元は無理かなということで、普通の投げ釣りをやります。だいたい100メーターぐらい飛ばして様子を見てみたいと思います。竿が投げ竿33号 4.05 メーター、道糸が PE の 0.8 号で、PE の投げ専用の力糸をつけております。重りは中通し天秤の27号、針がキスの6号で、餌は砂利目15回の生きたものをつけております。場所移動しました。豊間海岸です。こちらは薄磯海岸、先ほどの海から塩屋崎灯台を挟んで南側になります。こちらもかなり広い砂浜が広がっております。今私が見ているところは海水浴場にはならなそうですね。薄磯海岸と比べると、波が荒いというか、まあ、あんまりまったりまったりと泳ぐには向かない感じなのかなという雰囲気ではあります。まあ、その分潮通しが良くて、まあ、釣りにはいいのかなという気もしますが、さてどうでしょうか。まあ、特に真ん中あたりに小さい川があるので、まあ、こういった変化があるところを狙えば、まあ、キスだけじゃなくて石持ちなんかもチャンスがあるのかななんて思って、ここに釣り竿を構えてみることにしました。まあ、結果的にはあんまり良くなかったんですけども、まあ、それはともかく、この辺で竿を出してみます。釣りの様子をお届けします。
また場所を移動してきました。恵那港です。ここも大きな漁港になっています。それでいわき市民としては、気持ちの問題としてはむしろ小名浜よりも、漁業に関してはこっちが王道なんじゃないかと、思いたいところですが、まあ、今来てみると、静かな漁港になっております。まあ、釣り人も少ないですし、まあ、おすすめかどうかは、まあ、どうでしょうかね。まあまあやってみましょう。釣り方もちょい投げに変更します。港の中で遠投はできないので、竿はシーバスロッドで、重りが、ジェット天秤の6号で、針と餌は先ほどと同じくキスの6号針に、砂利目石5回の生きたものです。また場所を移動しました。中野佐久港です。この動画最後の場所です。この中野佐久港は先ほどの恵那港から1キロぐらい南に下ったところで、さらに南に行くとかの有名な小名浜港があります。まあ、そんな場所に位置した、やっぱり恵那港と同じぐらい大きな港です。その割にはいつ行っても船が少なくて、釣り人はもっと少ないという、まあ、おすすめの場所なのかもしれないですが、まあだらーっと広くてなかなか狙いどころが難しくて、私はあんまり竿を出したことはないです。まあ今日はやってみようかと思っております。あまり期待しないで、始めたところです。というわけで今回はいわきの真ん中ぐらいの海岸でのちょい投げキス釣り、砂浜では薄磯から豊間、漁港では恵那から中野佐久あたりを回ってみました。それでこの釣果はまあ釣れた方なんじゃないかなと私は思いますが、まあもうちょっと本当は釣れてほしいですね。まあ今後どうなるのか、今後に期待ということで、
本日は以上でございます。どうもご視聴ありがとうございました。